40mm 冷装法を用いた、米海軍による冷放の実施冷砲とは、国際儀礼上を行われている、大砲を使用した、軍隊における冷式の一種である。空砲を発射し、敬意を表明する。英語では、ガンサルッツという。大統領冷砲招待による、冷砲射撃マルグレーテ2世紀の誕生日を祝い、クロンボウ城にて、制動砲を用いた、 霊砲射撃を行うデンマーク軍かつての大砲は、連射ができず、再装填するには、方針の清掃や砲薬の充填などの作業が必要であったため、空砲の発射によって、あらかじめ実弾が装填されていないことを証明し、敵意のないことを示すために行われたのが起源と言われている。1600年代頃には、実弾が使われていたため、当時書かれた東、インドへの航海には、 船員の葬儀で発射された霊砲の流れ玉で船長と水夫副長が死亡したという記述が残されている。通常は実際に使われている家砲に空砲を用いて行われるのが通例だがヨーロッパでは儀礼用として古式の大砲を保管している国もありデンマーク軍では王室の刑事で行う霊砲射撃2760年代に製造された12ポンド砲を 使用している。また、アメリカ海軍の記念館コンスティチューションには、フリゲート時代の大砲がそのまま装備され、霊砲射撃に活用されている。この他にも、現役を引退した家砲の一部を霊砲用に再整備している国もあり、アメリカ陸軍第3、不評連隊所属大統領霊砲小隊では、霊砲用として退役した M53 ン地砲を黒色に塗装して使っている。 構造上実弾を発砲できない霊法専用の法というものもあり、中世や近世の火砲の外観を模したレプリカが製造されて用いられていることもある。現用のものとしても官邸の装備品として見られるほか、ドイツのヘッケラーコフ補社では陸上用として空砲専用の HK サルーティングガンを製造・販売している。霊法の数は 呪霊者の等級によって異なり、一般的には次の通りであるが、国によっては細部に差異があることもある。なお、呪霊者としては主に外交官、召官等が想定されている元首、皇族、国旗21発副大統領、首相、国賓19発閣僚、特命全権大使、大将17発特命全権公使、中条15発臨時代理大使、 少々13発臨時代理講師総領事、順将11発、領事7発霊法の習慣が行われるようになった。当初は、霊法は、奇数、長法は、偶数という慣例があっただけで、発射数に制限はなく、再現なく発射されていた。王政復古した直後のイギリスでは、苦しい財政事情の中で海軍の再建と拡充を行わなければならなかった。 そこで1675年、当時の海軍本部書記官長、サミュエル・ピープスが、経費節減の一環として、霊砲の発射数を規定し、最大発射数を21発とした。この時定められた、発射数が現在に至るまで踏襲されている。なお、霊砲実施中はマストに、相手国の国旗や軍艦旗を形容する。射撃の間隔は、秒ごとが標準とされ、 自衛隊の実施要領でも3から5秒とされている。イギリス王室の特に重要な行事においては、62発の霊法が用いられる。霊法隊は、ロンドン島と市内の王立公園の2カ所に配置される。通常の21発に続いて、20発、さらに21発、計62発となる。急日本軍の海軍霊法は、海軍霊法令に以下の規定がなされていた。 皇霊法天皇、ふとし公皇太公待及び皇后に対しては21発、他の皇族に対しては公式の時に限り、同数の霊法を行う。軍艦が外国領海内に入り投方し得る軍艦、砲台がある場合は、当外国の国旗に対し21発の霊法を行う。天朝節、紀元節その他特別の祝典に際しては、皇霊法を行う。 海軍武官に対しては、海軍大臣、軍令部総長、特命検閲誌及び、海軍大将に対しては17発、海軍中将に対しては15発、海軍少将に対しては13発、大将司令官である大佐に対しては11発、台湾総督、朝鮮総督及び、関東長官に対しては17発。その他文官に対しては、特命全権大使に十九発。 特命全権行使に15発、便利講師に13発、代理大使及び講師に11発、総領事に9発、領事に7発、代理領事に5発。これらの礼法を施行する間には武漢に対するときは、大歩柱いただけにその正規を掲げ、文官に対するときは前、小柱いただけに国旗を掲げる。外国の礼法に対しては、同数を個体法する。 霊法の発射間隔は毎発5秒である。陸上自衛隊による霊法発射2019年の即位霊静電の儀にて、海上自衛隊練習艦隊機関練習艦鹿島による霊法第二次世界大戦後、陸海軍を解体した日本では、しばらくの間、霊法は行われていなかったが、1958年4月1日から自衛隊が担当して行われることとなった。 自衛隊の礼式に関する訓令により、防衛大臣が公式に招待した外国の品格が日本に到着し及び日本を離差する場合や、防衛大臣が国際儀礼上必要があると認める場合に行われている。また、昭和天皇体操の礼秋人天皇の即位の礼徳仁天皇の即位の礼の際にも自衛隊による21発の高齢砲が撃たれた。 外国の品格に対する霊法は、陸上自衛隊の特化連隊等において臨時に霊法中隊を編成し、実施されている。東京で行われる場合、主に第一特化隊などで霊法中隊が臨時編成される。後部層をまとい、105mm 榴弾砲 M2A1 を使用するが、105mm 榴弾砲は現在、すべて退役しているため、 補給所等から一時管理返して使用する。即位霊正殿の義における霊法は、平成の令和、陸上自衛隊、第一特化連隊、令和の令和、同連隊を縮小した第一特化隊が実施する。公共正殿にフェードアウトを置き、万歳参照に合わせて、タイミングを知らせ、FDC の中隊長号令により、北の丸公園第二駐車場に設けた。 射撃陣地より礼法を実施する。友好国の軍艦が東京湾を訪問する際、礼法実施の申し入れがあった場合には、三門のマーク2 2三インチ法が設置されている、三浦半島先端の観音崎礼法台にて、浦賀水道通過時に礼法が実施されている。海上自衛隊の自衛艦が公式に外国を訪問する際にも礼法交換が実施されることがあり、 頻繁にこれを行う練習艦、鹿島は霊法用の小型砲を常備しているほか、自衛艦は必要に応じて霊法を設置するためのスペースを設けている場合が多い。ありがとうございます。